旧プラザ池袋は東京都豊島区東池袋にあるシネマコンプレックスを核とする超高層複合商業ビル2019年7月19日に開業したボーリング場やバッティングセンターなどが入っていた娯楽ビル跡地を東急不動産が購入しシネマサンシャインを運営する佐々木工業と共に開発にあたり東急不動産が展開する都市型 商業施設ブランドの一つである旧プラザとしては5番目の施設として開業した。近在の旧都市幕役所跡地などに整備された晴れ座、池袋が新たな劇場街として機能していく中、もう一つの核として賑わいを創出することを目指し整備され、エントランスホールを交差点に対し斜めに配置、街に対して開かれた構えとした。建物は全15層からなり、 地下1から3階が飲食、物販、アミューズメント複合店舗、4階から13階が、佐々木工業が運営する、グランドシネマサンシャイン、14階がバッティエングセンターで構成される。4階にシネマエントランスロビーを置き、常設の映画館として、国内最大になるという高さ18.9メートル幅25.8メートルの、スクリーンを備えた、IMAX レーザー。 GT テクノロジーシアターを含む12スクリーン2443席を要する。劇場フロアはアカデミー賞やカンヌベネツヤベルリン映画祭をテーマとした異なるデザインで積層され、フロアをつなぐエスカレーターホールは映画の黎明期から現代に至る100作を超える名作ポスターを時系列で展示するタイムギャラリーとした。IMAX シアター前には 乱油化したスペースを活用した池袋の街が一望できるスカイラウンジを設け、街に開かれた場とするため、映画チケットがなくても誰でも利用できる展望ラウンジを併設した。同館で上映された映画テネットテネットは、アイマックス公開4日間オープニング工業収入が全世界で1位を記録し、監督のクリストファー・ノーランより直筆の感謝状が贈られた。 ありがとうございます。